人類家畜化計画に関係してる機関があるのね。ロックフェラーっていうのはロックフェラー大学っていうのがあるのね。ジョン・ロックフェラーって人がいてさ、資産家としてまあ有名な人なんだけど、その人の経緯とその人はある団体に入ってるっていう話と、ロックフェラー大学ってもともとはロックフェラー医学研究センターっていうのを作ってるのね。それが大学化してるんだけど、そこが作ったある毒があります。何え、ちょっと待って、もしかしてそれが音？すごいね、安倍氏。あのね、毒とは何かっていうところをちょっと調べてほしいね。毒と音、毒と音と振動。毒ってどうやって使うの？飲ませるの？巻くの？それ以外に研究者はどうやって無差別に毒を使うことをできるか。で、毒っていうのは薬にもなるわけじゃん。もう一個だけヒント言うね。ロックフェラー財団がものすごく有名になった慈善活動、医療健康分野、農業と自然科学分野、芸術と人文科学だったかな、社会学、国際関係、あとなんかまだあったけど、その中で毒を使って人を洗脳する研究を堂々と行ってる。そこをちょっと調べてもらいたいな。そしたら人類家畜化計画つながります。何でかって言ったら、バイオスフィア2にその技術が採用されてます。上申簿が提供してくれてるネタだからね。バイオスフィア2めっちゃ聞きたいんだもん。俺めっちゃ話したいけど、うん、医師会の PDF を使った会議メンバー1人外されたの、うん、滑ったから。あれ絶対100万200万300万いくよねって、お依頼さん3人が集まって話した内容なのに滑ったから、プレゼンをみんなで行ったお依頼さんの1人クビになって入れ替わってるから、ね音と毒とロックフェラーだけ調べておいて。あんまりヒント出しすぎるとオチ言っちゃってるようなもんだから、一番大事なキーワード、洗脳、禁じられたヘルツの話ね。あれも結構やっぱ関係はしてくるの？いや、めちゃめちゃ関係してる。ちゃんと調べずにそこに行き着いた洞察力すごいと思う、うん、俺だって調べに調べ尽くしてたどり着いてるから。俺ね、みんなが引くぐらい本読んでるからね。論文とかも読み漁ってるもんね。読み漁ってるからね